こんにちは、村上達也です。今日は麻痺のコロナミーティングことで動画を撮ってみたいと思います。この左側、ここは出血して、脳内出血して、この右半身が麻痺になりました。での杖を使っているんですけども、この杖持ってると一番困ったのが、電車の改札切符を入れるんですけど、その時にこの杖が邪魔になります。その時にこの手が出てきます。見てください。この手がちゃんと杖を持ってくれます。離します。活躍します。あとね、今日は報告したかったのは、このメガネを取る時もこの手が活躍します。外すのは普通ですけど、このメガネを直すのにこの手が出てきて、畳むのは普通ですけど、その時に今度開く時にこの指が出てきます。ちょっと緊張してます。ちょっと手が開かなかったけど、右手があるから閉じたり開いたりします。この右手を褒めてあげようと思って、こう見ないと、この麻痺の手はどんどん良くならないので、そういうことを心加えています。見ていただいてありがとうございます。また見てください。お願いします。ありがとうございます。